行機の方に乗りました。まもなく出発です。はい、ということで僕はですね、アリゾナ州フェニックス空港に来ております。これからですね、レンタカーを借りてアメリカ本土の旅に行きたいと思います。ということで、こちらでね、レンタカーをして行きたいと思います。今からですね、車で2時間少々かけてフラッグスタッフというところに向かっていきます。ちょうどね、もうね、お腹が空いてペコペコなので、どこかね、ファーストフードでも食べられるところのお店に行きたいと思います。ということで、インアウトダブルダブルか、チーズバーガーか、ハンバーガーか、フレンチフライか、あ、それしかないの。How are you? Hi, good. Can I get a cheeseburger and french fries? はい、ということで、1日目到着の夜ご飯はハンバーガーにポテトです。いただきます。うん、あ、味が全然ないと思ったら塩自分でかけるんだ、これね。うん、美味しい。でもマクドナルドの方が美味しいかも。そしてチーズバーガー、いただきます。お肉がね、とっても薄い。美味しいけど。はい、ということでね、完食しました。これからあと2時間ほど車を運転して、フラッグスタッフというところに向かいます。今時刻がですね、10時6分ですね。ハワイ時間にすると6時ぐらいなので、まだまだ、ね、眠くはないんですけど、これから2時間ハイウェイに乗って北上していきます。ということで、2時間の運転でした。 Turn left. 今日はここのモーテル6エンターに泊まります。エンターちゃうで、エンターもエンターって書いてあるだけ。外に出たらすごい寒いんですが、ホテルの方にチェックインをして今日泊まっていきたいと思います。時間が12時10分。だいぶ眠いですね。入っていきましょう。ということで、今夜泊まる部屋はこちらです。ルームツアーをしていきたいと思います。ベッドが2つ。テレビが1つ。照明。そしてお手洗いはというと、
ちが洗面スペース、中はトイレ、シャワー、今晩一泊、こちらのお値段はいくらでしょうか。答えはコメント欄にお願いします。